タトラカータトラ KT4 タトラ KT4 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在した KD タトラが製造した路面電車車両の一つ。急カーブや急勾配など厳しい条件下の路面電車路線向きに開発され東ドイツやソビエト連邦をはじめとする社会主義国家に導入された。タトラカーはアメリカで開発された高性能路面電車 PCC カーの技術を ライセンス契約の下で取得した KD タトラによって開発された路面電車車両の総称である。東側諸国による経済協力機構である経済総合援助会議の下で大量生産されたタトラカーはソビエト連邦やユーゴスラビアなど世界各国へ向けて生産され、東ドイツにおいても1960年以降タトラ T3D や 改良型のタトラ T4D の大量導入が実施された。だが、首都ベルリンのベルリン市電をはじめとした東ドイツ各地の路面電車は急カーブや急勾配、狭い車両限界など、従来型のタトラカーを直接導入することが難しい線路条件であり、1970年代前半まで、これらの都市には小型の二軸車が継続して導入される状態となっていた。 そこで、タトラ国営会社は、東ドイツ政府の指導の下、それらの車両に代わる厳しい条件下でも、走行可能な新型電車の開発に着手した。そして、複数の試作車を経て1975年から、量産が開始されたのが KT4 である。形式名の KT は、小型連接式電動車という意味を持つ。KT4 は2両の車体をつないだ2車体連車だが、 タトラ国営会社がそれまで製造していた連接車とは異なり、各車体に2機の手電動機を搭載したボギー式動力台車が設置され、床下と屋根に設置されたヒンジで車体同士が結合される構造となっている。これによって通過可能な最小曲線半径は15.8メートルとなり、従来のボギー車や連接車では通過することができなかった急曲線も走行することができる。 さらに連結器ではなく、ヒンジで車体をつなぐことにより、二軸車による連結運転で生じた縦揺れが抑えられている。一方、台車や手電動機、駆動方式など主要機器については、T4D の構造が引き続き用いられているほか、制御装置も1980年代以降に製造された一部車両を除いて、抵抗制御方式が採用されている。 ただし抵抗値の操作については、T4D をはじめとした従来のタトラカーで用いられていたタップ制御ではなく、電磁界兵器が使われており、信頼性の向上が図られている。車体はループ線が終端に存在する使用路線の条件に合わせ、車体右側にのみ乗降扉が存在する型運転台構造となっている。乗降扉は各車体に2カ所、 一両につき合計4カ所設置されており、乗客の流動性が従来の車両から向上している。また連結機が搭載されているため、KT4 型同士の連結運転も可能である。車体デザインはボギー車のタトラティゴと同様に角張った外見となっているが、車両限界が狭い東ドイツの路線での走行を考慮し、 車体幅は 2180mm に抑えられている。ポツダム市電で胴体保存されている試作車系 T4 の開発に当たり、まず1969年に試作連接車のタトラ系1を改造し、連接構造をはじめとする新機構の検証が実施された。その結果良好な成績が得られたことで、1972年に2両の試作車が製造され、 翌1973年から期間 1435mm のプラハ市電と期間 1000mm のリベレツ市電でそれぞれ市運転が実施された。そしてこれらの車両が1975年4月に東ドイツのポツダム市電で営業運転を開始したのを皮切りに東ドイツ、ソビエト連邦、ユーゴスラビア、朝鮮民主主義人民共和国向けに 以下の車種の大量生産が実施された。KT4DKT4DKT4SUKT4SUKT4U タトラ国営会社で製造されたタトラ KT4 が導入された都市は以下の通りである。国名や都市名の一部には略称を含む。ドイツ再統一やソビート連邦の崩壊を経た1990年代以降。 長年の国史により老朽化が進んだ KT4 は、製造年が新しい同形式の譲渡や調停小電車の導入により、廃車や、他都市への譲渡が進行しているが、一方で、今後の使用も踏まえ延命も兼ねた、更新工事が実施されている都市も多数存在する。工事の内容は、車体の外反や断熱材、内装、乗降扉、窓など車体各部の部品の交換。 先頭部の更新、天窓の追加、制御装置のサイルスタチョッパ制御方式への変更、補助電源装置の静止型インバータへの換装、台車の心臓など多岐にわたる。さらに都市によってその内容は異なり、中には中間に低床車体を挟み込み三車体連接車となった、車両や車体そのものが更新された車両も存在する。以下、形式変更を伴う代表的な改造例を、 取り上げるありがとうございます。